だって高ければいいってわけじゃないですからね。まあ今回は採点バトルということやからね、点数がもの言いますからね。まあ彼日本一取ってるか知らんけど、まあ俺あの世界一取ってますからね。すごいすごい、お得意の口笛、それ音楽に役に立つんですか。この煽り V 見たことあるな、おかしいな。ていうか YouTube の企画パクりすぎじゃないですか。オリジナルには勝てないですよ。彼よくキー下げてますよね。まあ、プロやったらプラス10ぐらいいかんのね。自分の曲ならキー10個上げても歌える説。どうぞ今回も好きなだけキー上げてください。彼カラオケでね95点以上取ってるのをちょっとまだ見たことないですけど、まあ俺98点出してるけどね。98点おもちゃのカラオケでもしてるの。まあどうせ彼は立って歌うんでしょうね。まあ僕は座って病気で勝てますよ。まあ座ってたらいいんじゃないですか。まあパパッと終わらしてすぐ帰りますわ。新しい輝きになれたらいいなっていう思いを込めてノーベルブライト、俺の輝きには勝てないよ。反省動画の準備でもしといてください。ゆうりチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ゆうりです。ノーベルブライトボーカルの竹中雄大です。はい、こんな口笛いらない今。年下なんだけど、はい、ちょ感じ悪くて。なんかキーを上げたらいいみたいな感じだから、はい、もう俺はガンガン下げていくスタイルだから、はい、まあね、ちょっと今日はカラオケで決着つけようかなって。まあまあまあ、でもまあ音域ってまあその、まあ高ければいい、低ければいいってわけじゃないけど、まあ広く出た方がいいからね、音域ってもね。まあまあ人それぞれありますからね。やばい、負けてる負けてるぞこれ。守り負けしうまかったぞ。今まで一番守りが強い。まあ早速ね、雄大くんに歌ってもらって、はい、バトル開始ということで、はい、バトルスタート。Urine No.5。 ルール説明。カラオケ採点の点数で戦う。自分の歌、相手の歌を歌い、合計の点数で争う。今回戦う曲は月見草、ドライフラワー。 Ready Fight。 まあこれやっぱ自分の曲ですからね、うん、まあね、まあ画面見んでも勝てるかなっていう。いや、ちなみに俺これ99点出るよ。まあまあまあ言いましょうか。あ、まあ、喧嘩してんの。Cheers!
そうなったけど、こう周りのままの自分でね、まあ僕最近はバチバチに狙ってるいやーさて機械壊れる、機械壊れる強すぎるよあ、でもねまだ可能性あるよ。えそう君は 91.5 ね、 91.5 だったら 91.5 ね、はい、精密採点デラックス、精密採点デラックスですね。途中で立って歌うか迷いましたけど、でもこれ立ったら負けやなと思って、あ、ゴリゴリ立ってくんだよ、座ってねゴリゴリ立ってゴリゴリキー下げてくんだよ、座ってね、ええええ、じゃあちょっと僕キー下げてやらせていただきます、はい、すいません、はい、いやいやいや、まあ、僕は一応言ってきますけど、僕は一応そのね座って歌いましたやっぱ立って歌った方がやっぱ歌いやすいですから ね座って歌う方が大変ですから、ね、一応これはこれでいいね、初めてだから寝る前に歌うの、
返すたび心すり減らす記憶をかき分けた先に滲んだ思い出が待つあなたを知らない世界の方がずっと増した過去はいつしかすれ違う日々の中で本音隠しながら気づかなくに赤に色のこの街眺めてはこんなにもあなたのこと思い出してばかり忘れたいのに今さら素直にはなれないわかってるんだよ今も心は泣いてるよ季節を越えてあなたはまた世界を奪ってゆく感じるぬくもりがそっと私の未来も奪う時計の針は突然止まるあなたが告げた言葉でどうしてここで一人なんだろう流した涙の意味をねえ教えてよ二人でいたこの道歩いてももう二度とあなたのこと思い出しはしない忘れ愛した証を投げ捨てまた新しい日々へと歩き出す幕が破れたでいいよ結んだ髪をほろいで悲しみから解き放つために叫んだ優しく見てないからね、俺は。ピッチめっちゃ合ってた。バーしか見ずに歌ったから、キーも下げたしね。またこれはやっぱちゃんとカラオケに向き合って戦うべきやな。なんかちょっと変に自分をしっかり出していこうか勝りすぎてしまったかもしれない。でもしゃくりめちゃくちゃ狙ってったんだけど、60だろね。80ってやっぱ相当すごい。怖いね。いやちょっとこれは怖いな。いや言ってるかもしれない。機械壊れろ100とかでいいね。いやこれ結構怖いね、マジで。緊張するな。カロリーはね、雄大くん 16.8 キロカロリーだった。ああ、俺の方が消費してるんですね。やった、マジか。
か。おお、待って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 、俺初めてだよ。93でやる初めてじゃない？初めてだよ。俺だって月味噌死ぬほど聞いてるもん。俺カバーしてるから。これ勝ったな。実際まあ今までは全部勝てると思ってたよ、うん、カラオケバトルさ、はい、今回だけはマジでボスだと思ってたけど、まあまあまあ。うわー、でも結構俺悔しいなこれ。これカラオケ僕その月見草やったことあるんですよ、はい、採点で、うん、もうちょっと行くと思ってた。1回だけだね。もう1回くださいないんで。まあ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 、まあ、ごめんなさいが、まあ、僕はまあでもそこ逆にちょっと変な意地通して、まあ次ね、うん、のやつも自分を出して、はい、座ってたんですよ。僕は立ちませんよ、僕はね。そこもイージーで。でもこれ、視聴者の皆さんも結構コメントで書かれてますから、よくね、座ってもそんなに歌えるのすごいよくね、だから、やっぱカラオケの点数ってやっぱね、こう人それぞれ、あの、なんやろ、まあ、点数が決めることですから。おお、もう大丈夫です。Ready. Fight.じゃあ、はい、この曲で決着がつきます。はい、採点ですけどね、今回採点バトルですけど、僕はまあありのままの自分で言いますからね。やっぱ見てるのは機械じゃなくて皆さんですからね。あ、僕はゴリゴリ機械になってるんですよ。私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私立ち会わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。私ばかりなんて言葉もなくなった。あんなに悲しいはこれでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡してこないで。都合がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少し返事。胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。
ありがとうございます。ありがとうございました。いやー、そこ地声でいくんだね。最高だったな。最高だ。いやちょっと地声でいった方がこうエモくなるかな。うわ、すごい。最高だった。いやでもええ曲やな、やっぱ改めて。いやいやいや、さあ来い。さあ来い。それ勝ったぞ。これはもう俺勝ったんじゃないかな。歌う必要ある。前のやつでよくない。まだ余裕出せないよ。今合計で雄大さんが 182.26、うん、えぐいな。これで、うん、ゆうりくんが 88.954 点以上出せばもう鼻ほじりながらお願いします。イエス。じゃあ、はい、早速本家のドリフラワー88点でしょ。力の差が9。オッケーオッケー、立ちます立つやん、立つやん。なんかこうね、自分の曲やからこう寝転がりながら歌うみたいな、ね、いやいや、もう立ちます。やばい、見上げて歌えないぜ。多分私じゃなくていいね。余裕のない二人だったし、気づけば喧嘩ばっかりしてさ、ごめんね。ずっと話そうと思ってた。きっと私たち合わないね。二人きりしかいない部屋でさ、あなたばかり話していたよね。もしいつかどこかで会えたら、今日のことを笑ってくれるかな。理由もちゃんと話せないけれど、あなたが眠った後に泣くのは嫌。私ばかりの思って言葉もなくなった。あんなに悲しい別れでも、時間が経てば忘れてく。新しい人と並ぶ君はちゃんとうまくやれているのかな。もう顔も見たくないからさ、変に連絡しにこないでほしい。その方がいいのは変わってないんだね。でも無視できずにまた少しエッジ。きっと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 色褪せる。いいな、やっぱこれ結果一枚やな、この曲は。月明かりには物が揺れる。きっと私もどうかしている。暗闇に色彩が浮かぶ。色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた変わる。声も顔も不器用な高まり。
さ、ずっと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 抱えてよ。うまい顔がうまかったぞ鼻ほじりながらやったやったよ雄大見たか今日だけは絶対勝てないと思ってたんだけどね。やっぱりこれ何事も負けはやっぱ悔しいっすね。まあでもね、ぶっちゃけぶっちゃけいつでもリベンジするリベンジ全然リベンジする返ってるまあまあまあリベンジしてくれるというならば次はぜひライブダム AI でねライブダム AI で、はい、やばいやばい、はい、自分の土俵に引きずり込んで今回はこれさデラックスです正義されてデラックスですね、こっちのスフィールドに引きずり込んでるからね、はい、そうそう、AI の方がなんかこうね歌手の人とかは向いてるって聞きましたもんね。100点しか出せなくなっちゃうからう、ね、大丈夫かなと思ってでもね、ちょっと皆さんの次はライブダム AI バトルはいということで本当は僕と雄大君はすごく仲良しです、はいはい、ちょ罰ゲームとして、はい、あのちょっと頼みたいことがあるんですけど、雄大君の方のチャンネルにもちょっと出して、はい、ちょっとゆりチャンネルの宣伝したいなと思うんですけど、はい、出させてもらうことはいいですか。ガンガンよろしくお願いします。ということで、雄大君のチャンネルでも弾き語りでね、そう次はあの点数なしでね、そう点数なしで、ただ心を込めて、そういう概念を無視してね、はい、ただ心込めて歌いたい、心込めて歌うので、はい、ぜひ皆さんそちらのチャンネルにも飛んでください。雄大君のチャンネルは概要欄に載せておきますので、ぜひ皆さんクリックしてください。と、はい、いうことで、ね、皆さんチャンネル登録とグッドはお忘れなく。雄大君でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。おお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